はい、皆さんこんにちは、エルニオです。今回なんですけど、皆さんね、長生きしたくないですか？はい、ということでですね、皆さんね、基本的にもずっと健康で、風邪にもならなく、病気にもならなく、怪我もしなく、ずっと長生きしていきたいと思うと思うんですけど、皆さんね、長生きをしていく上で大切なもの、それ何か知ってますか？ああ、健康ですよね。はい。ということでね、長生きをするための秘訣というのはね、まあ、健康生活をするといったものなんですよ。僕ですね、最近本当に命の危険を感じるぐらいの生活習慣をしてまして、で、もう本当にね、やばいわけなんですよ。うん。なんか、用事があって帰りが遅くなる日に動画あげるから今日は夜飯を抜いたりだとかみたいな、なんかもうその本当終わってる生活をずっと続けてきてですね、もうこれは長生きできねえなということで、今俺もね、やっぱりね、まだ今年とか今月19日で17歳になるんですけど、プレゼント待ってますみたいな感じなんですけど、本当にね、死にたくないんだ俺は。うん。ということで今回の企画、学校の日の朝にできる最大限の健康生活をしてみよう。はい、ということでですね、なんだかんだでね、学校がある日、余裕がない日があると思うんですけど、そんな時こそ自分の健康、体に気を使ってね、健康的な行いをして1200歳まで生きていこうと思います。ということなんですけど、ガチで学校がある日の平日の朝にいろいろやっていこうかなと思います。で、何を具体的にするかっていうと、まあ、やっぱり適度な運動で、なんか朝水を一杯飲むとか、読書をするとか、朝ごはんをちゃんと食べるとかね、運動するみたいな、そんな感じでいろいろね、やるべきことは、まあ、大体頭の中のリストにあるということでね、もうあとは寝て起きてからの健康生活ということで、皆さん最初から最後まで見ててください。ハッピーライフをお送りしましょう。ということで、明日の朝まで。うん、やばすぎる。頭が痛すぎてもうダメだ。頭が痛いって。はい、ということでですね、7時19分。健康的な朝を過ごすぞ。手始めに、朝はランニングだべ。待って、ガチで寒い。やばい。やばい。ちょっとガチでいける吐きそう。はい、よし、続いてなんですけど、左右。あったかいお湯をね、朝はいっぱい飲むということで、飲んでいこうと思います。読書。で、読書がいいみたいなのを確か覚えてるんで、読書していこうと思います。よし。読書しよう、読書。おっこつゆだが、キャー！で、ネクストなんですけど、朝ごはん、これは欠かせないということで、朝飯を食べていきたいと思います。おはようございます。はい、ということでね、やっぱり朝飯は絶対に欠かせないってことで、今回ね、こちらコーンフレークとヨーグルト食べていきたいと思います。シスコーンサクサクリングチョコ、九州のビタミン3分の1日分。3分の1日分って何？
とう。はい、ということで朝飯いただきます。牧場の朝。飼育始まった。これはやばい。なんかめっちゃバグっちゃうんだけど、なんで？ごちそうさまでした。朝にするといいことって何がありますか？新鮮な空気を吸う。行ってきます。ああ、いい朝だな。昨日の夜食った焼肉吐きそう。 OK、 ということで新鮮な空気は吸えたので、もうラストぐらいにしますか。やはり締めはこれでしょう。のびのびと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先まですっと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。腕を上下に伸ばす運動、腕を曲げて伸ばし、曲げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に擦りましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。
学校行ってきます。